出口智博は日本の特農家。株式会社ワッカージャパン代表取締役。米輸出の先駆者。農業生産法人ワッカアグリー代表。海外、ハワイでニーズの高い自然栽培による中山間地域の新しい農業モデル構築と輸出に尽力している。1978年5月14日、北海道で生まれる。1997年。 北海道札幌南高等学校を卒業。新州大学教育学部を卒業。2009年、ワッカインターナショナル CO、リミテッドを設立し、香港にて、海外初の日本産米専門店、三代目、タワラヤ・米を開所。2011年、シンガポール製米所を開所。2013年、台湾製米所を開所。2015年、ハワイ製米所を開所。 2017年、農業生産法人、ワッカアグルを設立。3月23日、経済産業省、羽ばたく、中小企業、小規模事業者300社に選定される。4月10日、長野県に那市長谷に定農を開始、ザ・ライス・ファクトリーを設立。2018年8月31日、グローバル・ファーマーズ・プロジェクト登録第1号。二千二十年十月十日、 農林水産省、枝本新鉄事務次官、青山豊久総括審議官が、現地調査。